はいどうも、梅です。スタートゥーバレーやっていきたいと思います。今日はね、特にやることを決めてないんだけど、ちょっと周りを散策してみますか。季節によってね、なんか状況が多少変わってるかもしれない。で、とりあえず郵便桶を見よう。私は今土壌のアルカリ度数と作物のフルケトースレベルの相関関係のデータ収集中。あ、デミさんね。メロンが必要。あ、いいよいいよ。じゃあちょっとフラフラしようか。お、なんだろうね。イベント？うー、臭い。なんだろうな、下水？あ、ヴィンセント。どうして鍵がかかってるんだろう。下水の探検がしたいのに。あ、やっぱ下水か。ギュンターさんが鍵を持っていると思うわ。ギュンターさん？ギュンター先生が？博物館の人だよね。どうして？前に大きな錆びた鍵をポケットから出しているのを見た。お似合いの鍵。すごいね。あ、何の音？ああ、びっくりしてる。主人公がいるってよくわかったね。あそこで何か動き回ってる。ビクビクしてるね。お、見てる。うわ、なんだろうね。何かが、まあ、いたに違いない。ギュンター先生、博物館の人が持ってるって言ってたね。あ、デミさんがいる。時々休憩を取ることはいいことだよ。デミさん、メロン持ってきたよ。はい。あ、来た来た。完璧だよ。ちょうどこれが研究に必要だったんだ。食べないように我慢するのが大変そうだね。本当にありがとう。今度家に1000個ぐらい持ってってあげるよ。あー、行っちゃうの？あ、いた。ギュンターさん。展示できそうなものは何も持っていないようだな。外でトレジャーハンティングをしてきたらどうだ？え、それだけ？なんか鍵についてのことはないの？あ、ここなんかいっぱいにしないとダメみたいな。やっぱ鍵がないとダメか。まあ今のところはギュンターさんに話しかけても何も起きないからな。下水の存在があるっていうことが分かって、まあ良かった感じ。鍵ね。またなんかイベントが起きるのかな？そしたら。どうかな？あ、なんか、アビゲイルだっけ？もし長いお休みをもらえたらどこに行きたい？
どこだろう。ジョジャ巨大モール行きたいな。はあ、きっとすぐ飽きちゃう。え、それだけ？はい。とりあえず、何もなかったね。今日探検しようかなと思ったけど、なんか下水道があるらしく、鍵をね、ギュンターが持ってるとか言ってたけど、どうなるんだろう。またイベントで出てくるのか、微妙なところだね。まあ、また下水に入れそうになったら、下水にじゃあ行きますかね。まあ今日は特に何も見つからなかったんで、この辺で終わっておきたいと思います。はい。チャンネル登録がまだの方は画面上のアイコンからチャンネル登録をお願いいたします。ツイッターもどしどしフォローお待ちしております。それでは、またね。